仮面ライダーシリーズ仮面ライダー狂気仮面ライダー狂気は2005年1月30日から2006年1月22日までテレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分に全48話が放映された東映制作の特撮テレビドラマ作品及び作中で主人公が変身するヒーローの名称平成仮面ライダーシリーズ第6作目にあたるキャッチコピーは 僕たちにはヒーローがいる。完全神聖と銘打たれた本作品では伝統的な和をベースとした世界観のもと、作中では仮面ライダーではなく鬼と呼ばれる戦士たちが楽器をモチーフとする武器でマカモーと呼ばれる怪物と戦う。プロデューサー、高寺茂樹は制作発表の場で、響き機は平成の仮面ライダーアマゾンと形容した。 本作品のライダーは、修行によって、自らの肉体を変容させ、鬼となる能力を得た者たちである。変身音差と呼ばれる、変身のきっかけとなるアイテムは存在するが、能力を持たない者がそのアイテムを使っても鬼には、なれないため、平成仮面ライダーシリーズの多くで採用されてきた、変身ベルトなどの仮面ライダーになれるアイテムとは異なる。また、キックは、 必殺技ではなく、顔面に服眼がないなど、従来の仮面ライダー的な特徴を配した。変身の際には着用していた服が破壊され、変身解除すると全裸になるため替えの服を常に用意していたり、顔のみを変身解除する演出も行われている。主役は、ライダーでありながら当初バイクを所有せず、サポートメンバーが運転する乗用車で移動する。これは、 音で戦うヒーローと騒音を生むバイクとの相性の悪さについて企画中に検討されたことの名残である。バイクの代わりに巨大な動物がためかディスクアニマルに起乗する案もあったが手のひらに乗る通常のディスクアニマルとのサイズ差は映像で見る分には面白くても玩具では再現しきれないことと現実離れの度が過ぎるため没となった。物語面では 鬼に出会った少年の足夢の成長端が大きな柱となっている。平成仮面ライダーシリーズでは、幼年層を意識しながらも重く、シリアスな物語を強調した作品が続いていたが、本作品の作風はこれらの部分を極力押さえた明るい雰囲気となった。大ねライダーたちは温厚で、正義感の強い者たちであり、従来のように戦いに対する葛藤や心の闇は描かれていない。 また、ライダー同士の衝突は、ほとんど見られない。そのためゲーム版で、ライダー同士が戦うことは、手合わせという形となっている。他にも、平成仮面ライダーシリーズでは、初となる、縦書きのタイトルロゴや、スタッフクレジット、筆文字のカット挿入、ミュージカル的な演出など、前作までのシリーズとは違う試みがなされている。しかしこれらは、 話数が進むにつれて徐々に見られなくなっていった。前期オープニングはインストゥルメンタルで仮面ライダー空が以来にエンディングが復活した。歌手には伏せ明を起用している。以前までアナログデジタルともに4、3画角のレターボックスサイズでの放送だったが、本作品よりデジタル放送は本格的に16、9画角のハイビジョン放送となる。本作品より HD 制作に移行したが、インターレース映像とプログレッシブ映像が混在して、制約が生じるなどの課題が残り、これらは自作の仮面ライダーカブトで改善が図られた。また、後期 OP の撮影では、仮面ライダーカブトに先駆け HD24P 撮影システムが導入されていた。仮面ライダーリケードまでの平成仮面ライダー作品の初公表は、 12月末発売のテレビくんテレビマガジンでされるのが恒例だが本作品では仮面ライダー狂気プレビューイシューが2004年12月17日に発売され従来より早い初公表がされた平成仮面ライダーシリーズ第一作仮面ライダー空画のプロデューサーを務めた高寺茂樹は自身が離れた後にシリーズがたどった バトルロイヤル路線やイケメンヒーローブームに対して違和感を覚えており、第5作、仮面ライダーブレードの企画開始時には、同作品の日笠敦アプロデューサーと、そろそろライダーじゃないものにしたいと語り合っていた。高寺が懸念していたのは、無理にシリーズを続行した結果として、仮面ライダーというブランドが疲弊し、失墜することだった。2004年2月上旬、高寺は東映から、 県の後番組のプロデューサーに指名され、かねてからの構想の実現に取り掛かった。この時点で、すでに県の視聴率や売り上げが不調であることは知られていたが、それが、ライダーシリーズ終了案提出の直接のきっかけではなく、制作スタッフの内在的な動機によるところが大きい。3月になって始まった文芸スタッフの打ち合わせの場で、片岡地からは、 変身忍者嵐のリメイクを提唱した。高寺によると鳥モチーフの嵐を選択した理由は、高低差の変化を取り入れて、アクションの質を変えるためと、甲冑風の平成ライダーとは違う、しなやかなデザインにするためであり、テレビ CM でスマップが演じた、ガッチャマンの影響があるという。叩き台として執筆された、企画書には、かつて世界中に散った忍者が日本へと戻ってくるという、 想定のもと、オープニング撮影をニュージーランドのロケで行うというプランが盛り込まれていた。その後、東方の超星神、グランセイザーの後番組が忍者モチーフの作品になるという情報が入り、競合を避けるため嵐の忍者色を改める必要性が出てきた。忍術を魔術や呪術に置き換え、無国籍風の魔物ハンターへと企画はエコーした。 フレックスの野中強をはじめとするバンダイ側は仮面ライダーシリーズの継続を主張していたが、高寺は石森章太郎が残したライダー以外のヒーローキャラクターにも火を当てることで将来的に東映ヒーローワールドを形成しようという大掛かりな構想を提唱し、4月15日には非、仮面ライダー路線が承認された。この頃、師匠と弟子のバディ者で弟子となる。 若者の視点を中心としたジュブナイルという基本コンセプトが決まる。5月中旬にはディスクアニマールの原型ができ、難航していた音のヒーローというアイディアの具体化も、野中が音劇という名称を考案したことにより、楽器型武器のデザインが急速に進行した。しかし、同時期に放映するスーパー戦隊が魔法戦隊マジレンジャーに決まったため、モチーフに 西洋魔法を使えなくなり、和風の作品へと回帰することになった。6月上旬、バンダイ側は新番組を、やはり仮面ライダーとするように、文芸チームに要求した。競合他社作品として、グランセーザーの続編に加え、マダン戦記龍リ動まで控えている状況において、ライダーブランドを封印するのは、特策ではないと判断したのだろう、と、片岡力は推測している。 企画の軌道修正を検討したところ、脱仮面ライダーを目指したはずの内容は、ライダーという看板に付け替えてもほとんど支障がなく、スタッフは複雑な思いをした。なお、この時点では制作に関与していなかった白倉慎一郎は、どう考えても仮面ライダーではないものをライダーの範疇に入れることに対して初めてシリーズ化を意識し、 もう引き返せないなと思ったと後のインタビューで語っている。変身忍者嵐から継承した鳥型ヒーローに代わる新たなモチーフが求められる中、嵐の主人公が自らも魔物の血と力を備えた化身忍者であったように妖怪軍団に立ち向かう妖怪プリンスという構図が想定されヒーローのモチーフを鬼とする発想が出てきた。6月中旬。 は太鼓演奏集団、古道のライブを鑑賞した高寺茂木は、その躍動感に魅了され、野中強吉らプレックスメンバーにも推奨。その成果として、響き機の原型となる筋肉質のヒーローデザインが描かれた。また、大太鼓をバチで叩く動作を、等身大の怪人相手に行うと卑怯に見えてしまうことがわかり、敵を巨大にする必要性が論じられた。鬼のヒーロー、 楽器型武器、動物がメカと、ジグハグだったモチーフを一つにまとめるため、桃太郎が鬼に勝てたのは彼自身も鬼だったから、という逆、桃太郎伝説を安倍拓也が考案し、作品イメージが一本化した。その後、ヒーローと怪物が同じ羊を持つことに対する SF 的な説明付けが延々と検討されたが、8月半ばで高寺がその中止を決断。 ヒーローは鬼の姿をしているが、モンスターとは関係ないと割り切ることにした。疑似科学的な設定を取り払われたモンスターは、自然発生する妖怪となった。9月には、企画最初期の嵐リメイク案から存在した、世界各地にいる仲間のヒーローという設定も切り捨てられて、規模を縮小した日本各地にいる仲間のヒーローへと変わり、 完全な日本風の作品として確立した。仮面ライダー空ガから4年ぶりに現場復帰した高寺茂樹は仮面ライダー兄と以降ライダー同士の戦いが導入されたことで混沌としたシリーズに秩序を取り戻そうとした。ただし、不安定な世界の中の安定した個人を描いた空ガとは逆に安定した世界の中の未完成な個人を描くアプローチとなっている。 高寺は主役の響きを、古から妖怪退治の役目を担ってきた組織、盲詞の一員とした。その隣には少年の明日夢を配置し、響きの背中を見ながら大人へと成長していく過程を描こうとした。盲詞には上下関係こそあるものの、反目や潔いは見られず、皆一様に仲が良い。先代から受け継いだ情報を周囲と共有するという。 信頼感に満ちた心地よい空間における生活感が丁寧に描写されている。また、劇中世界の背景には、鬼や妖怪にとどまらず、恩苗道や主験道といった日本風電気ロマンの要素が盛り込まれており、民族学に通じる面白みもある。宇野つ弘は、こうした作風から、少年のアイデンティティ不安ではなく、不正を承認されない成人男性の不安を読み取っている。 実際、前期、響き期は30から50代の高齢マニア層から強い支持を受けたが、主要視聴者である男子児童には受け入れられず、商業実績はシリーズ最低となった。響き期に限らず、平成仮面ライダーシリーズは大人向けの要素を含んで、来たが、この結果を見た彦、田中は、大人が伝えようとしたメッセージを子供が受容していたのではなく、子供が、 大人向け要素の混入を気にしなくなっただけなのだろうと解釈している。本作品の敵である、マカモオは主に 3DCG で描写される、怪獣禅としたものである。視覚効果を担当した日本映像クリエイティブのオキマンによれば、オキと造形担当者が、脚本の完成前に打ち合わせに参加し、CG と造形のありふりなど技術面での検討を、 行った上で脚本の完成に至っていたという。沖は、このような制作の仕方は初めてであり、時間に制約のあるテレビシリーズで、ほとんど不可能なことをやっていたため、本当に厳しいシリーズであったと述べている。高寺は29の巻を持って、プロデューサーを交板した。直接の理由は公表されていないが、インターネット上の書き込みを通じて、視聴率の低迷。 売上不振、予算の逼迫、撮影の遅延、上司との圧力など様々な噂が飛び交った。井上真一郎は前期、響き期を高寺的世界観の集大成として高く評価しているが、片岡地からは空がの頃と違って、高寺の中には番組作りを通じて表現したいことがもはや残っておらず、初めから作品を完結できるテーマを用い得なかったと。 推論している。前期における後半展開の構想中盤からは、鬼の修行を中途で止めた青年が、純レキラーで登場し、明日夢に、鬼のあり方を伝える役割を担うという案があった。明日夢が、最終的に鬼を継ぐか否かは決まっておらず、テレビシリーズの展開を見ながら落ち着くべきところを、探っていく予定だった。明日夢が鬼になる場合、響きが選出するか、 再起不能の重傷を負ったために決意を固めるという展開が考えられていた。逆に鬼にはならないと決断した明日夢を響きたちが見守るという案もあった。マカモもの異常発生は実際の番組内で語られたオロチ現象と異なり自然の作用と見せかけてその背後に人の悪意が潜んでいるという想定だった。人間の持つ創意を 善の方向に向けた鬼たちや猛子に対して他者を不幸にすることを喜ぶ人間もおり、そうした悪の総意の象徴として、区靴や洋館の男女が位置づけられていた。30の巻以降のプロデューサーについたのは、劇場版のみの参加予定だった、白倉新一郎である。脚本には新たに、井上俊樹が参加。合わせて、その他のスタッフも更新された。この交代を境に、 作品にも大きな変化が見られた。以下に主なものを挙げる。舞台の中心をアウトドアから都会へと移し、静筆な雰囲気を一層して、登場人物の感情のぶつかり合いを表に出すことで、年少の視聴者にも理解しやすい能動的なドラマを目指したことが見て取れる。白倉による三十の巻以降の改訂案を見た高寺は何が書いているのか理解できなかったという。 白倉も井上も参加当初は前期、響き機の世界を壊さないようにと考えていたのだが、井上がそれまでの路線に似せて書いたプロットを見た白倉は、やっぱりいいや。井上さんの好きにしていいからと割り切った。子供に何かを教えようとする姿勢を、井上は内容が全部一般論にしかならないとして嫌った。響きと、 明日夢を中心に小さくまとめるようなテーマ性を表に出す精神性を立ち切ろうと試み、その象徴としてキリア・京介を登場させた。一方で、白倉は京介のことを明日夢を生かすために設定した対立校のキャラクターとしており、あの半年間は響きを守ることが最大の任務でしたと語っている。後期の開始にあたって番組関係者たちは白倉に、 様々な要求を突きつけており、中には、明日夢の交番残機の交番響き機にでもいい、世代交代したことにするというものまであった。そうした中で、白倉は、脱落者を出さず全キャストを続演させることを第一に、考えていたのである。前期の段階では、潜んでいた、不正という主題を、後期、響き機は、批判的にえぐり出していく。母子家庭で育った明日夢は、 大人の男性である響と出会って惹かれるが、その構図は前期では直接描写されなかった。しかし、父親を火事で失っている京介は、響に不正を求めていることを包み隠さず弟子入りを志願し、それに触発されることで初めて明日夢も響の弟子になろうとする。やがて明日夢は医者になるという目標を見出し、終盤で響と別れる。最終回の走行では、 自分の夢を見つけた明日夢と再会した響きが、もう、俺のそばにいても大丈夫だなと語りかけていたが、このセリフは現場の反対にあって、これからも俺について来いと改変された。白倉によれば、明日夢が響きから離れて自立することが、和ずゆ巻の段階から組み立てられてきた響き機のゴールだったのだが、響き役の細川茂げは、 響きと、明日夢の別離は、バッドエンドであり、認めるわけにはいかないと強く主張し、両者の見解は、平行線をたどった。土田誠通りプロデューサーが、ローマの休日を引き合いに出して、別れることを分かっていても好きになることはある。だからこそ共に過ごした時間が貴重になると説いたことで、多少は細川も納得し、一方で白倉側もキャストの強い思いに応えるため、 最終回の走行を何度も書き直すことになった。いずれにせよ作品の着地点は、明日夢が日常と非日常のどちらを選ぶのかということであり、白倉は最終回がこれでいなければ、響き期は響き期として終結を見られなかったでしょうとしている。路線変更の是非をめぐり、インターネット上では視聴者間での激しい論争が巻き起こった。 多くのファンに共通して見られた主張は29の巻までが本当の響き機であり30の巻以降は本来の姿を失ってダメになった同じ名前の別作品であるというものだったこうした騒動は仮面ライダーに注目する大人がとても多いことを可視化させるきっかけとなったと泉信行は判断している響き機に登場する音劇戦士は 肉体を変化させた存在という設定である。そのため撮影用のスーツは衣服に見えないように筋肉の形を再現したディテールが施されている。アーマーはストレートな形状では従来のようになることから微妙な R を描いている。手首から先もグローブらしくならないよう爪や手のひらのシワがモールドされており腕の部分はパーツで彩色を分割するのではなく グラデーション塗装になっている。制作にあたっては、スーツアクターの無ク型を用いて、フィット感を高めている。響きスーツの試作品は、脅し吹き機同様の漆黒だったが、レインボー造形の提案で1リットル数万円は、かかるマジョーラを採用。光の当たり方や見る角度によって色彩は、千変万化し、生物感を出している。マスクには、 仮面ライダーの特徴だった複眼はなく、それどころか目そのものがない。これは音で戦うヒーローであるところから、視覚に頼らないというイメージがあったからである。マスクの中央へとすべての熊取りのラインが向かい、突起を設けることで顔であると認識可能な形となっている。忍者装束を想起させる後頭部の突起はデザイナーの小林の好みであるという。 24の牧から登場する響ききくれないは子供たちへのアピールを強めるために考案された当初の予定にないキャラクターである形状は通常の響ききと同一だが顔が分割されて目の部分が明確になっているこれは子供たちへの訴求をさらに高めるため脚本の多い指針陣が提案したものである33の巻から登場する走行狂気の誕生までには 右与曲折あった。従来の上乗せ型パワーアップは肉体を鍛えて戦う響き機のイメージにそぐわないし、デザイナーの小林は以前から引き算型の強化を試したいと思っていた。そこでタスキ状のシルバーパーツを排除し退職が模様状に変化するという強化形態案が多数提出された。しかし子供たちのヒーローに対する意識は保守的であったため、 結局は走行路線に戻らざるを得なかった。混迷するデザイン作業を見た企画側はメカニカルな外見から生じる違和感を少しでも和らげるため劇中で最も科学技術的な存在であるディスクアニマルをモチーフにすることを提案し現在の形へとつながった。本作品に変身ベルトは存在しないがベルトガングが主要商品であることには変わりなく 和太鼓とバチをモチーフにしたデラックス音劇棒セットが発売された。当初の予定ではエレクトリックパーツを仕込んだバチで叩くと音が鳴る仕組みだったが安全性や耐久性の面でバンダイの設計品質基準を満たせず断念。音源はバックル部分に移されベルトから外して太鼓とするギミックになった。だが今度は太鼓をどこに取り付けるのかが問題となり、 最終的にマカモ網につける形となった。太鼓は知名度の高い品物ではあるものの、子供の憧れにはならなかった。開発者の森安晋司は、音そのものに面白さが要求されていたのだと気づきました。正直、楽器は難しいですねと実感している。ギター型のデラックス音劇原セットは比較的人気があったが、これはモチーフの格好良さの影響だろうと、 森スは判断している。平面的な円盤から立体的な動物へと変形するディスクアニマールの玩具は2005年度グッドデザイン賞を受賞している。デザインはプレックス社の菊池和弘によるもの。日本には古来鬼と呼ばれる者たちがいた。人間でありながら超人的な能力を持つ彼らはマカモ者と呼ばれる妖怪の類から人々を守っていた。そして、 鬼をサポートする人々の体系は組織へ発展し、猛士と呼ばれるようになった。西暦2005年、高校受験を目前に控えた、あだち夢は、母の実家の法事で薬島に向かう戦場で、船から転落した男児を助ける男を見た。それを見て驚くあす夢に男は、鍛えてますからとだけ言い残して立ち去った。島を散策しに出たあす夢は、 原生林の中で怪物に襲われる。窮地の明日夢の前に、再び戦場の男響きが現れる。響きは音叉を顔の前にかざすと、全身が炎に包まれ鬼の姿に変身、怪物に立ち向かっていった。鬼たちの名前は、基本的に、コードネームで本名を別に持つが、その本名で呼ばれることは怪無である。鬼、鬼の候補、過去に鬼だったとされる人物は、名字。 名前の最初の音が同じになっている。盲詩関東支部が置かれる奄美どころ立花として撮影に使用された奄美どころ竹村。盲詩は若者から人々を人知れず守り続けている民間組織。若者と対決する鬼と彼らをサポートする人々によって構成されている。平安時代から組織の原型が活動しており、戦国時代から 大きな戦乱に鬼を戦に駆り出されるようになったため、その都度組織を変容させ、戦後昭和21年に再編成され、現在の組織名となった。組織全体を北海道、東北、北陸、関東、東海、関西、四国、中国、九州に、それぞれのブロックに分け、それぞれの支部に鬼たちが所属し、 支部の計画に従ってマカモウの調査と退場を行う。また、鬼の里と呼ばれる、総本山は奈良県吉野郡の関西支部付近の山中にある。帽子全体の事務局となる関東支部は東京都葛飾区柴又にある甘み所、立花を本部としている。マカモウの出現を予測するため、全国の産ガを常時調査しているが、世間一般には、 誤解や悪用を避けるため秘匿とされているため、頻繁に参加の調査を行っても、世間的に怪しまわれないように、昭和55年代からは、勢い一郎の発案で、表向きには、オリエンテーリングの NPO 団体であるたけしとして、団体を登録し、活動することとなり、響きたちは、たけしの一員として、大外的に名刺を持っている。それに付随して、 アウトドア用品の製造販売をしており、鬼たちの使っているキャンプ用品はそれら支給品である。通常、鬼は変身の度に消耗する体力を一定期間休暇をとって回復させるためにシフトでローテーションを組んで活動している。猛士には全国で百十九人の鬼が所属しており、協力する人はおよそ千人ほどおり、この他に全国の気象観測や参加の調査に協力する、 民間人が約数千人いる。また、特別遊撃反応には、ローテーションから外れ、シフト表情の当番の鬼と連携して、胎児に当たる。関東支部の場合、響き竹き竹し不ききとどろきき残機、英機、再機、勝機、断機、強しき、陶器、万機、不武機の名が確認されている。鬼の多くは弟子を持ち、継承。 就職させる方法で今日まで伝承している。ただし、鬼のなり手は減少傾向にあり、現役を引退した高齢の鬼たちは、吉野総本山で後進の育成に努めている。過去に出現した、マカモーの出現場所や特徴、攻略方法などに関するデータベースをまとめた、もうデータバンクが存在し、鬼たちはこのデータと自身の経験をまとめたメモをもとに、して、 戦闘のシミュレーションをしている。その長年のデータ蓄積によって、全国の気象データなどからマカモウの出現予定場所を分析、特定するマカモウ予測システムと呼ばれるソフトがあり、気象データをコンピュータに入れるとマカモウの出現予測場所を自動的に弾き出し、各地に鬼が派遣される。ソフト完成以前は予報士が存在していた。 劇中では語られていないが、盲詞のメンバーには、創立当時からのシャレで将棋の駒に見立てた役割が存在している。マカモーは、人の世界に被害をもたらす、自然界の力によって生み出された、悪しき存在。古来から伝わる日本の妖怪や魔物をモデルとしており、その名称を持つ。いくつもの種族に分かれているが、同じ種族であっても出現した場所の環境によって、色や形に、 多少の差異がある。特定の個体を指す場合は、薬島の土雲といった具合に出現した地名を頭につける。一部の例外を除き、大半が2種類以上の生物の特性を持つ、いわゆるキマイラ的な外見をしている。例としては、ヤマビコは、サルト、オウム、一旦もめんは、エイトツバメ、オトロシは、サイト、カメ、塗壁は、ハマグリとナメクジ、ノツゴは、 クワガタムシとサソリといった具合である。主な特徴としては、童子と姫によって作られ、餌となる人間を捕獲し与える幼生期を過ごし、生態期では全高約3メートルから12メートルの巨大な体育に成長。生態期となったマカモンは、清めの音が弱点で、体内に注入されると横島を解かれて爆散して、樹木や石、木などの自然に消えする。 また、活動が活発になる夏に出現する個体の一部は、人間の大人くらいの大きさである代わりに、数多く分裂、増殖する特性を持ち、管と弦では増えてしまうため太鼓の音劇で倒すのが基本だが、音劇鼓を用いなくとも倒せるようになっている。洋館の男女が改造した個体は、大きさは様々だが、人工的なものと融合して、 通常のマカモウにない特殊な能力を持つ者もいる。これらは全てスーパー同士とスーパー姫によって育てられている。また、あまり劇中で触れられることは少ないが、稀に同士と姫を伴わない自然発生型のマカモウも存在し、それらは育て役を伴わずに単独で出現する。一部のマカモウは人工的に作り出すことが難しいらしく、そういったものは、 天然の魔モ網として出現することが多い。劇中では、下久保の天狗が天然の魔モ網に該当する。陰陽的な暦の関係で年に一度出現しない、日があるため、鬼たちは、吉野草本山に集結して、縁を開く。仮面ライダーディケードの、響き機の世界では、鬼であったものが、己を鍛え続けて、相手を倒すという気持ちが強くなりすぎると鬼に心を、 奪われててししまい、いいマカモーにに変変貌するる。という設定に変更している小説仮面ライダー狂気においては、羊の源流に言及されており、もともとは悪気に当てられた土くれが、自然界の未知なる力で妖怪に変じた存在で、あると語られ、元来は自然発生して誕生する類の存在であったことが示唆されている。終盤に発生した大量のマカモウが無秩序に出現する現象。 担当の異なるマカモウが同じ場所に同時に現れたり、さらには夏のマカモウ改造されたマカモウまでもが現れるようになる。これを沈めるためには、ある土地にある巨大おニシを太鼓の力で大地自体に直接清めの音を送り込む清めの儀式を行わないといけない。しかし、それを阻止しようと大量のマカモウが現れるので、この作業は命がけとなる。 47の巻にて無事沈められた。マカムを作り育てるため常に2体1組で行動する男女。普段は人間と変わらない姿をしているが、戦闘の際はそれぞれ怪動時、容器と呼ばれる怪人形態に変化する。見た目の性別とは逆に同時は女、姫は男のような声で喋るのが特徴。土くれなどから区物が作り出したもので、 白い体液を流し、マカモウと同様に爆散して、土くれ溶かす。マカモウの種類ごとに、性格や特徴は異なるが、共通して、根は徹底的に冷酷。独特な衣服や変化後の頭部や腕部の形状をことにするのみでその姿が、ほとんど同一の童子と姫がマカモウの種類や数と、同じ組だけ存在するようである。鬼たちのことは、鬼さんと呼び、 鬼さん、こちらからと戦闘中もふざけてみせる。このほか、鎧のような外角に覆われ、唾から、剣や槍状の武器を作り出し使用する、武者同士と鎧姫や武者同士が突然変異した、乱れ童子などが存在する。同士と姫を生み出し従いて力を与える存在で、黒装束あるいは白装束に身を包んだ男女。洋館に多数存在し、全国に散っていく。手から木。 目からの強い闇の邪気、指先からの粘力を放ち、相手を抑え込んだり弾き飛ばす力を持つ。適した環境に手にした金色や銀色の杖を差し、試験管に入った自身の体液を投入してマカモウやドージと姫を生み出す。マカモウやドージと姫を利用して変異や合体実験を積み重ねているようである。後に和装の男女の指示で動く物だったことが判明する。 そして、スーパー童子とスーパー姫が生み出されたことにより、彼らによってすべての個体が抹殺された。後半から登場した和風の戦装束に身を包んだ新タイプの童子と姫。怪人体に変化せずに手から放つ、衝撃波や扇子で戦い、あらゆるタイプの魔化モを育てることができる。生まれてすぐは人間の子供に近い非常に無邪気な言動だったが、 初登場から3話という早さでまずスーパー姫が成長し、それに伴いスーパー童子が徐々に本性に目覚め、それまでのような無邪気さは失せた。鬼の血を求め、鬼を食うことを望んでいるようである。従来の童子と姫とは違い、普通に性別通りの声で喋る。徐々に自我に目覚めていき、スーパー姫は成長につれ、 己の存在理由に会議的な一面を持つようになり、スーパー同時は最初は自身のその凶暴性に何らだ疑いの念を持たなかったが、スーパー姫の影響を受け自身が何なのか考えるようになる。46の巻にて、洋館の男女から鬼を守るよう命令を受けるが、二人はこれを拒否して鬼を襲う。しかし、そのことがあだとなり、 餌である不思議な塊の供給を断た,たれ、体を維持することができなくなり、ゴミとなって消えてしまう。クグツやスーパー童子とスーパー姫を操る謎の人物。童子と姫やクグツはこの男女の姿を模して作られている。主な活動としては、実験を繰り返し、従来の枠に収まらない新たな魔化モを次々と生み出すが、その目的は結局判明することはなかった。 また、鬼たちとは、方式が異なるものマカモを、独自の方式によって封じる力も持っていた。怪しい力を九靴に送り込むことや九靴の見聞きした、ものを感知する能力を持つ。終盤、突如として現れた、小玉の森を認知し、彼らもマカモが自分たちにも制御できなくなっていく、オロチの始まりを危険視していたため、とどろきを、 オロチ現象を鎮める巨大鬼子のもとへ案内し、さらにスーパーージとスーパー姫に鬼たちをサポートするよう命令した。最終的に彼らより上位だと考えられる、様相の男と女の登場により、彼らもまた区別に過ぎなかったことが判明する。平成仮面ライダーシリーズの主演は、若手俳優の登竜門とみなされていたが、本作品では俳優として、 すでに著名な細川茂げが起用された。細川は当時33歳で、これは昭和ライダーまで遡っても最年長の主演俳優だった。戸惑いの大きかった細川は3度も依頼を断ったが、制作側の非常に強い期待を受けて1ヶ月悩んだ。しかし周囲からの反対はなく、細川に相談されたダウンタウンの浜田正都氏も、おもろいやん、おっさんライダー。 と細川は後押ししたこともあり、最終的には承諾した。細川はすでに大河ドラマ、吉爪への出演が決まっていたため、しばらく、響き機の撮影に参加できなくなる事態を想定して、主役不在のまま話が進行するプロットも用意されたが、これは使われずに済んだ。なお、細川は、ジェームズ・ボンドのイメージで、普段の服装をスーツにしたいと希望したが、 子供受けの低さを理由に採用されなかった胸を後年に明かしている。その他の主要キャストもベテランから新人まで、舞台や V シネマ、短関係映画などの各方面で知名度の高い俳優を起用している。そのため、レギュラー出演者の平均年齢は比較的高い。主役である響き機のスーツアクターは、アギト以降主役ライダーを演じた。 高井は政治ではなく、主役以外のライダーなどを演じてきた伊藤誠を起用した。武志吹き役,役の押川義文は、皆が黄岩のいない穴を埋めようとしていた、不思議な空気感であったと証言している。また、轟きき役の渡辺史は本作品で、初めて仮面ライダー役を務めた。撮影中に、ナパームの熱が、スーツのマジョーラカラーに残ったために、伊藤が火傷し、 一時的に降板した間は、大岩英徳などが大役を務めた。その後、大岩は、舞台出演のため降板した、矢部慶三に代わり仮面ライダー残機を務めた。高寺茂激を、チーフプロデューサーとして始まった、響きだが、テレビシリーズ中盤と並行して、制作、公開された、劇場版仮面ライダー狂気と七人の行く先の、チーフプロデューサーは、 響き期には当初参加予定のなかった、白倉慎一郎が務め、同じく脚本もテレビシリーズ未参加の井上俊樹が担当した。その後、テレビシリーズでも9月4日、放送部により、プロデューサーが白倉に交代。脚本も木田強、大石真嗣と入れ替わりに、井上が新たに参加し、文芸スタッフも全員が交番となる。木田は、 当時の制作状況について2007年7月5日の日記で空画や響き機に参加した時はプロデューサー色が濃くて自分の色を全く出せずに終わってしまった感があると発言しているメインスタッフ交代後の制作体制は脚本に執筆が早いと言われる井上が大半の話を担当したほか38の巻39の巻は本作品で 仮面ライダーシリーズに初参加し、以後も多くのシリーズ作品に関わることになる、米村昌司が担当した。監督には29の巻以前は、不参加だった田村直樹、鈴村信弘が加入、通常のローテーションを崩し、約2ヶ月にわたり、複数反対性が取られた。完成済みの各回を一話以上ストックしておく、取り溜めをあまりしない、東映特撮作品では、 複数班体制を取ることは珍しくないが、通常は計画的な撮影スケジュールをしっかり事前に立て、一般体制によるローテーション撮影を維持するように努めており、本作品のように複数の撮影班が長期間の同時撮影体制を敷くケースは異例と言えるものであった。仮面ライダーアンギト以降、音楽担当と主題歌の作曲担当は別の作曲家が担当していたが、 本作品では統一した世界観を作りたいという高寺の意向により仮面ライダー空画と同じく佐橋俊彦が両方を担当している従来の音楽担当は企画が完成してからの参加が通例であったが本作品ではバンダイのデラックス音劇ーセット用の楽曲制作のため2004年6月頃から参加している太鼓で敵を倒すライダーという設定に合わせ マリンバ、和太鼓、パーカッションなどの打楽器を中心に構成された音楽が主流となっている。主要ライダーの武器、必殺技に合わせ、たけし不機器には、トランペットなどの吹奏楽器を全面に押し出した曲、とどろ機器には、エレキギターなどによるロックサウンドも制作されている。サウンドトラック CD は、仮面ライダー流器以降恒例となっていた番組終了後に、 リリースの CD ボックスとしてではなく、テレビシリーズでの使用楽曲を収録した音劇版1から3、それに劇場版サントラとして計4枚が放送期間中に発売された。また過去の平成ライダーにおいて一部の楽曲がサウンドトラック CD に未収録となるケースが散見される中、本作品ではほぼ全ての主な楽曲を収録することができた旨のコメントが お劇げき版3にて書かれている。他の平成ライダー作品に見られる、レギュラー出演者担当による楽曲は、本作品では制作されていない。発売された関連 CD は、以下の通り。話数の単位は、これ、巻で、サブタイトルは、前編通して、同詞名詞というフォーマットで統一されている。サブタイトルは、オープニングの最後に表示される。いずれも、発売元は、 投影ビデオ、ありがとうございます。